宇都宮ブレックス相手というのはもうこれ以上ない相手ですよね。はい、比江島のシュート、2ポイント、ここはしっかりと決めてきます。3秒、2秒、1秒、アタック、ファウルあった、バスケットカウントですね。いや、強く切りました。ムーニーファウル2つでエドワーズ出ます。井上です。さあ比江島が行きます。タイムアウト明け、比江島、はい、出た比江島。この比江島のヘジテーションは止まりません。選手は動いている。比江島開いた、カモン、うわー、やり返しました。バスケットカウントです。今ゴール下にいますが、ここから左のウィング、もう一回ゴール下を通りますが、うわー、比江島です。もうこれは加藤はファウルにはいけません。そしてホーキンソンへ、岡田に対して比江島が奪った、ブロックしましたね。まあ、いいディフェンスをしてミスをしてしまったので、まあ、彼とパスターの役割も求められます。同じ形でブリッツを攻略しました秋田。10秒、比江島前、大きくにフェイクを入れてスルスルっといきました。まあ、ですから、ああいったところ周りの選手がどう動いたパスコースを作るかですね。そうですね、はい、まあ、寺園選手みたいなタイプのポイントガードは自分がシュートを打つっていうのはもちろんなんですけど、しっかりと寺園が確認をしていますが、その寺園のファール、これもフィジカルの差がありますよね、はい、だここに入られる前に組織でどう、まあ、あの比江島選手、3、2分の2のハモンズ、ちょっと中でごちゃごちゃしていますが、比江島やり返すか、来た、4本目が来た、比江島の3、はい、そして関野がこう入ってきますが、パスアウト、ちょっとずれています、うん、これを取った比江島、さあここはスピードを出た、最初のプレー決めてきた、しかも笛も吹かれました、この今の速攻です。ここを取ってから、まあ、しかもエンドファンになっています。そうですね、あの比江島に腹がついています。比江島は戻ってきて、ボトゥー、腹を押しのけてホトゥーがスリップしていきました、ダイブしていきました。比江島2ポイント、リバウンドを取って、また早く行く中村、あっとドロップショット、比江島、いやよく戻りましたね、はい、決めてればすごくいいリズムになってきたのかもしれないんですけど ね、スコットのピックを使って、比江島ドライブで勝負するのか、ハイローで勝負するのか、スリー打ってきた、比江島やり返した、当たってるかもしれないですね。 そうですね、その比江島のディフェンス、エヴァンスが行っている、比江島決めた、ファウルあってバスケットカウント、このスティールのシーンからですよね。あー、ボールスナップ今村からでした。ここで少しスローダウンしてパスを感じさせましたよね、リバウンドはエアーズです。狙っていた、またデイブス、さあ2対1、比江島だ、来た、デックスルーで下がって、もう一度遠藤がもらう、ここはスイッチして守る広島です。エチレキが守っている、トップ、比江島、スリー、これが来た、スコットのハイピックから、あ、オープンになってる、比江島、ガーラムをかわして、アタックしていった、うわー、ワンオンワン、長いパス、イカルが左のコーナーですが、7秒、6秒、5秒、中山を下げられない、フェイク入れてスリー打ってきた、来た、ここは比江島の駆け引きでした。狙っています、はい、中山選手素晴らしいです、はい、中山の、しかし比江島打ち切る、さすがですね、さすが比江島、はい、中に送る、このインサイド、ダブルチームですね、2人で止めにかかりましたが、このスコットを止めることができる平岩が現在マッチアップしています。さあアタックしていきました、決めます、